れ様です。お疲れ様です。はい。では、寺西さんの現場にお邪魔しております。はい。今日、はい、大丈夫ですか？胸焼けしてないですか？今日、お昼ご飯いっぱい食べちゃいましたね。結構、がっつり系を今日攻めました。そうですね。もうすごいラーメンに大盛りなんですけど、肉がすごかったですよね、ほんと。おー。ステーキ乗ってる。本当ぐらいのオンザステーキ。オンザステーキ乗ってましたね、あれは。乗ってましたね、あれ、はい、やばかったですよね、はい、ちょっと胸焼けすごいんですけどちょっと頑張っていきますね。はい、で、いつも僕らのクリーンマイルドシリコンとかクリーンマイルドフッ素ってなんか油性の塗料の説明が多いんですけど、はい、これでアパートを今やってるんですけど、はい、住人さんで結構匂いを気にされる方が多いんで、はい、水性塗料を選んでるんですけど、で水性の塗料って結構油性のマジックと水性のマジックで油性のマジックの方が強そうじゃないですか。そうですね。そういうイメージがやっぱりあるじゃないですか。はい。ごめんいいよ、全然いいよ。ごめんね。ありがとう。水性塗料、昔の水性塗料って結構劣化が激しかったんですよ。一番よく起きる症状っていうのが、はい、艶が急に落ちる、なくなる。あとチョーキングがすごい出やすい。チョーキングって言ってなんか、はい、塗料が死んじゃうから擦ったら、はい、粉吹くんですよ。あ、手になんか染みますね、よくね。なんかこれにならないんですけど、今塗ったばっかり、それが結構起きやすくて、水性塗料は。へー、そうなんですね。持ちがちょっと油性より弱い、はい、感じなんですけど、でこれ今実際1回目、はい、下塗り終わった後に1回目なんですけど、はい、結構艶出てますよね。もうピッカピカですね。ですよね、はい、油性と比べてもそんなに見劣りしないぐらいの艶出ますんで、はい、それがこのプレミアムシリコン、プレミアムシリコン SK さんの、はいはい、これちょっとハイブリッドシリコン樹脂塗料ってあるんですけど、はい、これシリコンの水性の塗料なんですけど、ラジカル制御っていうちょっとなんか特殊なラジカル制御っていう性能があります。機能がついてます、塗料の。そういう機能が、ね、で、その何かっていうと、なんか太陽光とかがガンガン当たるじゃないですか、はい、はいはい、でそれがラジカルっていう悪いものがちょっと出てくるんですよ。塗料と太陽光がぶつかると、はいはい、でラジカルが出てくるとさっき言ったチョーキングだったりとか、はいはい、艶がなくなる、はい、もう塗料のその寿命が短くなる。そのラジカルが出るせいでそうなっちゃうんですけど、はい、それを出さないための成分がこの塗料に入ってるね。それがラジカル制御っていうやつが入ってるんで、本当の普通の他の水性塗料と比べてもやっぱ長持ちしますし、はい、なおかつ油性の美容剤っていうんですけど、油性の塗料と比べても全然見劣りしないぐらい艶も長持ちしますっていう塗料です。ちょっと塗ってみますね。はい、お願いします。はい、これも油性も水性も塗り方あんま変わんないです。はい、結構とろみがあるんですけど。ああ、本当ですね。はい、届くかな俺。よっ、あー綺麗に。そうですね、ピッカピカな。はい、で水性の塗料の特徴として、はい、結構塗った後に色味が出やすいんですよ。 あ、そうなんですね。はい、これ塗ってると今この下のパイプこれ色つけましたよね。はい、なんか薄くないですか、下の色。あ、本当ですね。色の上りが後から強く出やすいんですよ。へえ、はい、なんか塗ってても、なんていうんですか、今明るいなと思ってもちょっと一段階もうちょっと見てもらうと濃く見えますよね。あ、全然違いますね。そうですね、色味が結構後から出やすいです。水性塗料は特に。そうなんですね。そうです。なんで1回目と2回目、はい、上塗りかけるときに塗り残しが減りますよね、色が違うんで。あ、はい、1回これ塗った後に、例えばここ上塗りかけるときにちょっと塗ってみますね、はい、これ色違うんですよ。あ、本当ですね。同じ色なのに、で乾いたらこれになるんですよ。はいはい、なんで、あ、じゃあもう一目瞭然で。そうです、塗り残しも減ります。結構これいいんですよ。すごい理にかなった、はい、そうなんですよ。そう、はい、なかなかその上塗りって難しいじゃないですか。はい、塗り残し出そうで。へえ、こうやって色が分かれて、これ多分もうちょっと多分動画回しとって乾いてきたら多分同じ色になってると思います。はい、じゃあ定点でお送りしましょうか。そうですね。ダメです。どれぐらいかかりますかね。結構時間かかります。夏場でもやっぱ乾燥期間は結構。どれぐらいですか。表面の乾燥、試食乾燥って言うんですけど、はい、指で触る指の乾燥は本当にもう炎天下でも直射日光当たってたらもう20分ぐらいではもう全然触れますね。結構早いんですね。そうです。もっとかかるのかなっていう。その
乾くといいんですけど、はい、結構作業してる時にどんどん乾いてっちゃうんで、ムラがりやすいんですよね。はい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 。なんでちょっと難しいです。なんでこれ複数人で上下作業したりとか、はい、なるべく繋いでやったりとかしてますね。やっぱ塗料によっては、はい、その乾くスピードとかもやっぱり違いますね。はい、こちらの塗料は早い方。そうです、割と早いですね。ただ、うん、あの湿度が高い時、はいはい、どうしても水性なんで、あの乾きづらいです。ああの塗料と空気中で水水分含んでるんで、はい、これ水で希釈する塗料なんで、どうしても薄くなったりとかしますね。あとがまあそのまあ、さっき言ったようにもう早く繋げないと毛羽立ちって言って重ねたところがチリチリになっちゃうんですよ。あ、そういうことがあるんですね。そう、艶がそこだけ引いちゃうとか、はいはい、ハンガー開きの時に何度も触っちゃうとか、そこがちょっと水性難しいところですね。あ、本当にハンガー開きではあんま触らない方がいいと。よく見て、そうですね、作業しないとっていうところですね。はい、そんな感じですね。はい、結構でも本当塗りやすいんですよ。あのもうスススス塗れるんで、あ、気持ちよさそうに。そうですね、本当に塗りやすいんですよ。あの本当自分の家なんていうんですかね、 DIY で塗られる方、はいはい、多いと思うんですけど、まあもう全然扱いやすいんです、油性の方が。あの油性って処分も大変だったりとか、はいはい、あとは匂いがやっぱりするんで、あと汚れをついた時でも芯などを落とさないといけないんで、ああ油性の場合、はい、火事の元にもなりますね。はい、まあ、水性だとそういうのはないんで、もう全然水性簡単に落ちるんですか。そうですね、あの肌とかについたら、お風呂場でカリカリやってれば全然落ちるくらい、なんで本当に自分で塗られるんだったら僕は水性おすすめです。あ、はい、全然本当に今性能いいんで。すごい、さっきのラーメンのニンニク臭がすごいですね。カメラで伝われないからいいですね。伝わっちゃった臭がニンニクの。そうですね、結構がっつりでしたもんね。美味しかったですね。でもね、美味しかったですね。あー高い。身長が低いんですよ。身長が。そうなんですよ。カメラマンさん背高いですもんね。いやー、そうでもないです。70、175ぐらいですよ。高いじゃないですか。あれ、寺井さんいくつぐらいですか。僕168でした。え、でもなんかあれですね、やっぱりスマートなんで高く見えますよね。いや、ないですよ、本当に。もうやめてください。引きで引きで大口取ります。気にしてるんですよ。パンナップ取りますよ。なんかでかくなる方法ないですか？コメントでよかったら教えてほしいです。切実。どしどし こちらまでみたいな。そうですね。本当に背高くなりたいです。不便ですもん。あの子高いんですよ、すごい。足も長いですね。ああ。スラッとして。こちらセル。これ、刷毛は何か、はい、水性、油性を塗るときで違いはあるんですか？あ、もう全然違いますね。はい、あの水性の塗料は、はい、あのナイロンでできてるんですよ。化学繊維のナイロンで、はいはい、もう白いような、あ、最初これですね。こういう化学繊維でもう人工的に作られた毛なんですよ、こういう、はいはい、で触ってもらえるともうめっちゃふわふわです。あ、本当ですね。すみません、子供の毛みたいな。そうですね、本当にもう、化学繊維、化学繊維、化学繊維しか言ってないですね。化学繊維しか言ってないですね。情報が。そうですね、まあ、それ人工的な毛です。で、油性の場合は、獣毛、獣毛、ヤギの毛とか、あと、タヌキもありますし、馬もありますし、馬の、その部位でも違うんですよ。その、例えばヤギでも、ヤギが多いんですけど、うん、ヤギでも例えば腕の毛の周りとか、顎の辺とか、はいはいはい、尻尾の毛とか、それでまたもう値段だったり、性能が、そうです。それで塗るものも変わるんですよ。例えば硬い毛、豚毛だったらすごい硬いんで、はい、例えばあのリシンって言って、これはあの玉潰したやつなんですけど、はい、砂がもうバーって入って、あ、はいはいはい、塗りにくいような、はいはい、ハケがこんなの塗ったら負けちゃうんで、はいはい、なんでそれ硬い毛でゴシゴシゴシ、ブラシみたいな感じ、強めな感じ、そうです、塗れます。そうやって分けてますね。メーカーとかも、まあ、これは鉄骨に適してますよ、壁の繊維引くのに適してますよとか、ありますね。何本かでは使い分けて、そうですね、形とかも全然、この長さでも全然違うんですよ。
本当にこの毛の長さ一つでも塗りやすい塗りにくいは変わるので、まあ、あとはもう個人のなんていうんですかね、好みになってきます、ね、はいはい、僕らだったらこの GP フレッシュっていうのが GP フレッシュ、はい、結構使ってます、対応してます水性だと本当使いやすい、ちょっと高いんですけど、あちょっとおいくらぐらいですか、1000円いかないぐらいじゃないですか、どれぐらいだろう、でこれ1本をどれぐらいで消耗 してしまうんですか、いやもう結構もう丁寧に洗って長く使うようにしてますね、もう半年は持ってほしいなっていう、はい、ただもう天気とかでちょっと雑に扱っちゃうと固まっちゃったらもうパーティー、本当にパーティーこの辺の手入れをそうですしっかり洗って使ってるわけですね、はい、そうです、すごいんですよ、この毛も毛先の方がすごい細いんですよ、本当ですね、伝わりますかね、はい、これそうです、あの油性のハケもそうですけど毛がこうやって先に行くにつれて細いんで、なので毛先で塗らないといけないんですよ、あ、はいはい、太いとあの線が太くなっちゃうんで、線が細けな細いほど綺麗に、繊細な技がそこで必要とされるわけですね、そうです、なんで毛先で塗るといいと思います、はい、勉強になりますこんなもんでいいですか見てもらってありがとうございます、チャンネル登録 と、いいねボタンをぜひ押してください、やる気になるんでお願いします、じゃあまた見てね。